こんにちは、ひかりです。今回はね、ハードオフ、オフハウス、ホビーオフ巡りをね、してきました。まあ、いわゆるね、リサイクルショップ巡りですね。なので、購入品紹介をしたいと思います。はい。ただね、今回ほとんどの購入品はまだ車に積んであるので、今回はその中でも、ホビーオフで買ったもののみを紹介したいと思います。まずこちらですね。ババーン、買いました。ただ、どっか違和感あるんだけど、それは後で話しますね。あれなんかおかしくないと思うかもしれないけど、これはね、ウルトラ怪獣デラックススーパーグランドキングです。ウルトラマン銀河の時の怪獣になるのかな。まあグランドキングがまあ現代版になった感じかな。で、何が違和感あるかっていうと、これここの角みたいなやつなんだけど、これね多分ね逆なんだよね。これ外せるやつなんで、多分前の人がなんか改造で逆にしたんだと思います。はい。まあこれはすぐね逆にできるんで、そうそう。まあ、だからまあ、買っても問題ないかなと思いました。値段はなんと、ババン、540円で、しかも6月入荷ってことで、今、7月13ぐらいなんで、もうね、1週間以上は売れ残っていたってことですよね。すごいよね。これ500円ならすげえいい装備だと思うよ。てこれね、装備としてすげえいいんだよ。かっこよ。若干歪んでんのかな。でもまああんま気にならないかなって感じですね。これが500円でした。さあ、そしてね、もう一体銀河のソフビですね。ババーン、ウルトラ怪獣デラックスエタルガーです。最強って感じするよね。これ最強感半端なくない？ラスボス感半端ないよね。なんかスーパー戦隊のラスボスってこんな感じじゃない？なんかいつもで、一応これは映画に出てきたやつみたいですね。で、まあ、最強の敵として、ね、出てきたっぽいです。銀河かな？一応ね、さっきのやつもそうなんだけど、はい、ライブサイン付きですね。2014年って書いてます。すごいね、この金の感じね。そう、ただ、マッキン金ではないんだよね。ちゃんとこう、汚し塗装みたいになってて。これがね、なんとね、あ、今回ね、レジ袋有料だったんで、レジ袋もらってないんですけど、324円で、これも6月入荷ですね。かなり安いと思います。だけど、この子は、アマゾンで一番安い時は1000円切ってたみたいなんですよ。だからまあ、まあ妥当かなって感じですね。状態はいいんですけどね。はい。ここまでがソフビなんですよ。そしてね、ここからがまたね、なんかね、バットマンとかスーパーマンとかそういう、なんか DC とか X メンとかの、アクションフィギュアがね、300円均一になんか値下げされてたんですよ。なんでいろいろ買ってきました。まずこちら、ババーン。なんか宇宙服なのか何なのかを着てるスーパーマンですね。300円、7月に買えたみたいです。300円プラス税だね。ちょっと開けてみようか。ちょっと待って、開けらんない。ちょっと待って、開かないんだけど。ハサミがない！ハサミがない。あった。ハサミが下にあった。ごめんね。今回は割とね、撮影まで準備ちゃんとしたんだけど、ハサミを忘れてましたね。300円で、もともと500円で売られてて、売れ残ったから、まあ安くしたんだよって感じだと思うんですけど。あ、ヘルメット取れちゃった。こんな感じですね。ババン。これスーパーマンでしょ？このマーク的に確実に。このヘルメット。あれ、どうついてたっけ？こうだっけ？こんな感じで。要は何のやつかとか全然わかんないし、おもちゃ限定かもしれないんだけど、まあ、コミックではあるかもしれないけどね。コミックいろんなのがあるからね。はい。こんな感じですね。ポーズ的にはこれが正しいと思います。あの、足の形的にね。かっこいいな、これ。まあ、他にもね、今回買わなかったのもあるんですよ。もっといっぱいスーパーマンとかバットもあったんだけど、まあ、100円じゃなくて300円っていうのもあってね、全部は買いませんでした。で、マスクじゃなくてヘルメット取るとこんな感じで。なんかね、これ辺もね、取れそうなんだよね。取ることができそうなんだよ、多分。そう。まあ、スーパーマンっぽい顔してますよね。スーパーマン。はい。まずスーパーマンでしょ。全部300円かな。で、こちら、ババーン、バットマン。これももともと500円で出てたのが300円に7月になったばっかみたいですね。ここのホビーオフね、なかなかいいんだよね。まあ、ホビーオフでもね、割とね、なんか品揃えが悪いとこもあるんですよ。ここはいい。おー、こうマスクがバーン。マスクがバーンですね。かっこいい。で、なんか一応、まあ、こういうのもついてますね、付属品。これどこにつけるんだろう。背中が見て、貧乏ちゃま仕様になってますね。多分これは手に直接はめるんだと思うんだ、こうやって。で、
バットマンシールド、まあ、キャプテンみたいになっちゃったけど、ほら。こんな感じで、マスクして、これどうすんだろう、持つんかな、普通に。うん、ブーメラン的な感じかな、ちょっと待って。ブーメラン的な感じかもしんない、これ。手元でちょっとやろうと思ったけど。こんな感じでいいんかな。はい、バットマンです。300円ね。いいね。このシリーズは、まあ僕も大体300円だったら買うかなって感じ。500円だとよっぽど気に入ったやつは買うみたいな。次、ウルヴァリン。X-Menからウルヴァリンですね。まあノーマルなウルヴァリンって感じだよね。でも映画ではあんまこの衣装は着てない感じかな。アメコミとか、おもちゃとかはね、このウルヴァリン多いですよね。この黄色いコスチューム。これはまあノーマルだから遊びやすいよね。僕もこんな感じのウルヴァリンいくつか持ってるんだけど、ここまでなんかノーマルなのはあんまないかな。超アメコミ感は半端ないっすよね。これ何年度のやつだろう。1992年とかなのかな、書いてあるけど。で、マテルですね。あ、マテルじゃない、ごめん。マーベルだね。マーベルって書いてある。パチモンではないんだけど、これね、トイビズだ。見て。これ書いてあるんだけど、トイビズって書いてありますね。トイビズのやつだ。昨日ね、友人からいただいた、人形劇にも登場させた、このハルクバスターもトイビズですね。こう開いて、はい、トニースタック。すごいね、カメラがね、今のトニーにね、顔認証してましたね。まあ、ウルヴァリンでしょ。まあ、ウルヴァリンこれ300円っていうのは多少高いかなとも思うんですよ。これぐらいだとね、たまにトイプラネットの100円コーナーにある場合もあります。まあ、たまにね。さあ、そして次が、これちょっと大きめだかな？バーン、バットマン。この子も300円でね。この子は値下げされたわけじゃなくて、多分、まあ、なんか最近300円に普通にされただけだと思います。あんま売れないのかな？アベンジャーズは売れるけど、DCX-Menは今そこまで売れないのかもしれない。かっこいいね。これマスク取れるのかな？あ、取れる。マスク取れますね。ほら。バットマン。おー、いいね。で、羽も。うわ、かっこいい。ちょっとコウモリチックな。何言ってんだ、俺。バットマンに向かってコウモリチックってね。元々がバットマンってコウモリだろ。コウモリ男でしょ、バットマンって。わ、ゴツゴツしててかっこいいね。アメコミっぽいな、これ。かっこいいっすね。あ、みんな倒れちゃった。せっかく、綺麗に立てていたのに。エタルガーはこっちだ。で、スーパーマン、ここに立たせられるかな。いいか、こんな感じで。さあ、まだあるかな。いくつ買ったんだっけな。まあ、1個300円だったんで、まあ、バカすか全部買うっていうよりも、ちゃんと悩んで、選んで買いましたね。次、ババン。X-Menから、サイクロプスですね。これもね、もともと500円が300円になった感じですね。スコットって言われてるよね。スコットって最近なんかさ、アントマンのイメージがついちゃって。サイクロプス。目からビーってやるんだけど、これね、多分電池入れてボタンを押すと、ボタン電池かな？多分目が光るんだと思うんだよ、これ。今光ってないよね。うん。電池入れれば光ると思います。サイクロプス。いいね、X-MenX-Menもね、早くアベンジャーズと合流してほしいですね。うわ、これかっこいいな。ババン、バットマン。これも500円が300円になったみたいですね。かっこよくない？これめっちゃかっこいいんだけど。他にもなんかロビンってやつとかもいたんだけど、あんまロビン知らないから買わなかった。ババン、かっこよ、これ。ただ後ろ貧乏ちゃまなんだよね。多分。いや、ほら。うわ、かっこ、うわ、後ろ姿かっこよ。ダース・ベイダーみたいだ。このバットマンかっこいいな。これはかっこいい。これはね、やばいっすね。クリアパーツでなんかコーティングされてる感じ。かっこよ。さあ、これで、DC とかこの辺のフィギュアはラストかな。ババーン、これもバットマンでね。これもなんか、これも500円が300円になったみたいなんだけど。あ、かっこいいな、この子も。これ足のこのパーツ、外向きの方がいいんじゃないかな。これなんだろう。水の中でも潜るのかな。ちょっとわかんないけど、なんか足にヒレみたいなのがついてんだよね。ほら。だった。状態いいな。傷とか全然ない。子供が遊んでたんじゃないっしょ。これさ、なんで買ったかっていうと、これギミックがあるんだよね。後ろに、
ボタンがつい、てかある、あって、これ押すと多分ね、なんか出てくるんだよ、これ。ほら呼吸す、あーこれもしかしたらマスクあったんじゃないかな、そんな気しない？押し込んで、ほら。ここ、後ろ押すと。あれ？もっと押すんかな？で、あ、出た、出た、出た。あ、わかったわかった。押すっていうか、下に下げるんか。こんな感じで。これは何なんだろうな。呼吸器かな？呼吸装置かもしれない。多分水に潜るんかもしれないね。このバットは。いや、いいね。素晴らしい。さあ、そしてね、今回ね、3000円以上とか買うとさ、500円券使えるはずじゃん、クーポン。ただ、ポイントが全然たまんなくて、最近のハードオフ公式アプリ。ダメで、あれね、たまんないね。そしてラストは、こちら、僕の大好き、メガレンジャーの、これ 100% 当時物の缶バッジですね。はい。メガレンジャーの時ね、カブタックもやってたからね、その時の、なんか、もう、景品かなんかのおまけか。わかんないけど。まあ、とにかく、メガレンジャーの当時物の缶バッジ。これはね、僕のメガレンジャーショーケースに入れたいなと思って、まあ、100円だったんだけど、買っちゃいました。はい。懐かしいね、この雰囲気。てか、状態良くない？色褪せとか傷とかないってすごくない？もう20年ぐらい前だからね。20年以上かな。何年だっけ？ 1997 年。22年前。状態いいな。びっくりしちゃってね、買いましたね。もうメガレンジャー大好きな僕としてはもう、逃すわけにはいかないっす。はい、ということで今回ね、ホビーオフ、他にもね、ハードオフとかオフハウスとかいっぱい行ってるんだけど、いっぱいでもないか。3、4店かな行ってるんだけど、今回はちょっと荷物をまだ持ってきてない関係で、ホビーオフ1店舗分の購入品紹介をしました。はい、いかがですか今回。まずソフビはね、大当たりだと思う。まあ、この子ちょっとね、直さなきゃいけないんだけど、いやー、ソフビはまあ、大当たりっていうか、まあまあ当たりかな。ここね、ここ結構、銀河とか X あたりの、こういうボスキャラのでっかいソフビを300円とかで出すんですよ、割と。グリーザだっけ？あれもね、前300円であって、間違ってスルーしちゃったんですよ。買おうと思ったんだけど、カゴに入れてるつもりが、入れてなくて、その日大量買いしてて、忘れちゃって帰って、あ、買ってねーってなった時あって。そう、だからここのホビーオフはいいんですよね。逆にホビーオフでも、ソフビが異常に高いとこもあるんですよ。あと品揃えも悪いし高いみたいなとこもあったりするから、ほんとお気に入りのホビーオフを見つけてほしいです。ただどのね、店舗も、当たりはあるんで、頻繁に行くことが大事ですね。で、ここら辺はね、安かったのはラッキー。トイプラネットの100円コーナーにたまにあるんだけど、ほんとたまにだし、なかなか状態いいの少ないし、オフハウスとかでも箱入りとかで300円の時もあるんだよ、こういうの正直。もしかしたら僕も200円とかで見たこともあるんだけど、で、安くなって100円とかでもあるけど、まあ、300円でこのいい感じのが手に入るっていうのは、まあ、普通にいいと思います、これは。これ全部トイビズなのかな？サイクロプスはトイビズだね。多分みんなトイビズだと思うな、なんか。そんな感じがする。もうトイビズって今ないんだもんね。その情報を最近手に入れたんだけど。このバットマンどこだろう？ちょっとどこに書いてるかわかんないな。あ、あった。太ももの裏だ。あ、これ違う。これトイビズじゃない。あ、違う。DC コミックって書いてあるだけだった。こっちだ。ケニアって書いてあるな。ケニア製か。ちょっとメーカー名。ただ、DC コミック EINC とか書いてあるけど、ちょっとメーカー名見えないな。ちょっとこの子わからない。まあ、トイビズだったらいいなっていうか、トイビズじゃないかもしれない。この二人だけトイビズかな？もしかしたら。かもしれないですね。はい。よかったです。ということで、この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンもお願いしますね。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。